パリメトロ14号線、パリメトロ14号線、パリメトロ14号線は、パリ市交通公団、ラトップの運営するフランスパリのメトロ、地下鉄路線の一つ。パリ中心部北西よりのサンラザール駅と南東部のオランピアード駅を結ぶ。1998年に開業したパリで最新のメトロ路線であり、乗務員のいない自動運転を行っている。 なお、1976年まで、原13号線の一部が14号線と呼ばれていたが、原14号線と直接の関係はない。14号線は1937年開業の旧14号線以来61年ぶりとなるメトロの新キロ線である。計画時にはミテア、またはメテオ、メトロエストエストラピレ、東西高速メトロの位、流星、普ツミティリー、 ええ、メテオの意味もかけてあると呼ばれていた。この路線の目的は主に次の二つである。14号線は特に都心部で、駅間距離が長くなっており、例えば、シャトレ駅リオン駅間は14号線では一駅で、あるが、この区間で、ほぼ並走している1号線では間に3つの駅がある。また都心部では、他のメトロやラー路線と交差するため地下部各を走っており、 地上の道路の影響を受けない直線的な線形をしている。最高速度は従来のメトロから引き上げられた時速 80km となっている。これらのため14号線の表低速度は他の路線より約時速 10km 向上した時速 40km 程度である。14号線の最大の特徴として全自動運転を行っていることが挙げられる。 自動運転のため全駅にホームドアが設置されている。軌道は1号線などで利用されているのと同じ、ゴムタイヤを利用した速報案内機常式であるが、階層や分岐器部分での案内のため鉄のレールも設置されている。地下の構造物を避けるため勾配が多く、最大50パーミルに達する。駅の内装は従来のメトロのイメージを覆すものであり、 サンラザール駅の巨大な吹き抜けやリヨン駅の地下庭園など大胆なデザインが採用されている。14号線は、サル、システムオッタマティック D、エクスプロイテーションでトレインズ、自動列車運転システムで制御されている。新交通システムバルで採用されている方式とは異なり、自動運転と手動運転の列車が混在しても、効率は落ちるが、 制御可能な点が大きな特徴である。また夜間は駅に列車を留置することが可能であり、始発列車を途中駅から発車させることができる。このため14号線の留置線は編成数より少なくなっている。車上システムはディジェセフと呼ばれ、3つのマイクロプロセッサー MC68020 上で、MRTK、マトラ、リアルタイムカーネルと呼ばれる専用ソフトウェアが、 動作している。また、中央の列車指令システムは DC、アルファ上のオパンベムズで動作している。システムの開発には、形式手法に基づいた B メソッドが用いられた。自動運転の導入により、列車チェンジや混雑時には、臨機応変に臨時列車を運転することが可能になった。 また全駅にホームドアが設置されたことと合わせて、駅侵入時の速度を上げることができた。これによって、最短運転間隔を90秒まで縮めることができたほか、標定速度の向上につながった。さらに、フランスでは頻発するストライキの際にも、14号線のみは、運休になることが、比較的少ない。スイスローザンヌのメトロ平方メートル線は14号線と、 同様のシステムが使用される予定である。ラトップは2010年までに1号線を14号線同様に自動運転化する計画である。また2、3、5、9、12、13の各線については2020年までに運転手が乗務するもののほぼ自動で運転するシステムが導入れ列車間隔を短縮する予定である。サンラザール駅から リヨン駅手前のサンマルタン運河までは主にシールド工法で掘られており、パリ中心部の地下部角を通っている。サンラザール駅からは南向きに進み、マドレーヌ駅の手前で南東方向に向きを変える。ここからはほぼ一直線に進み、パレロワイヤルの直下などを通って都心部を貫通する。シャトレ駅リヨン駅間の駅間、距離2784メートルは14号線で、 最長である。サンマルタン運河を潜ったところから、地下浅くまで上り、ベルシー通り地下のリヨン駅に至る。ベルシー駅、クールサンテミリオン駅間の国鉄ベルシー駅地下でほぼ90度向きを変え、セーヌ川をトルビアック橋の上流側に、人前広報で作られたトンネルで潜り、ほぼトルビアック通りの地下を進んで、オランピアド駅に至る。ベルシー駅近くに6号線との連絡線がある。 これが14号線から他線への唯一の連絡線である。全列車各駅停車で途中駅での折り返しはない。ただし始発は途中駅からのものもある。全線の所要時間は約13分、運転間隔は最短90秒まで可能である。始発は5時30分発、最終列車は1時15分儀であるが、土曜日と祝日は最終列車が1時間遅くなる。 14号線専用の MP89CA が使われている。これは1号専用の MP89CC を自動運転対応にしたもので、CA はコンドウィートオッダマティック自動運転の略である。ただし手動運転も可能であり、自動運転システムのトラブルの際や他線を経由しての回送の際には手動で運転される。 6両編成で中間の4両が電動車となっており、全長は90メートルである。各車両ごとに片側3つのドアがあり、ドア側にプラス1のクロスシートが一組あり、車端部はロングシートとなっている。先頭と最後尾の運転席に相当する部分もロングシートになっている。車両間は幅の広いホロで繋がれている。ドアは自動開閉であり、 ホームドアに対応している。自動放送装置が備わっており、自駅名のアナウンスの自動放送が入る。パリの都市鉄道で自駅名の車内放送を行うのは、この14号線が初であり、近年は他の路線のメトロ、1号線、3号線、7ビス及び2号線の新型車両、ラー、A、B、E、バス、トラムなどにも採用されている。車両基地は、 オランピアド駅から南西方向に進んだトンネル内にあり、日常的な検査はここで行われる。大規模な検査や回収作業は1号線、シャトー・ドゥ・バンセンヌ駅の東にあるホンテネ、ホンテネ車両基地で行われる。オランピアド駅開業までは、現オランピアド駅が車両基地として使われていた。ブレーキ音は、綺麗に整ったバイオンを伴い、時折に腸腸シュ音、D、 会、AA がはっきり聞き取れる。これは決して偶然ではなく、通常のブレーキ音のようなかんだ高く耳障りな音を、楽音処理することで緩和ている。パリ発のメトロ路線の1号線は、青ヌーガンを東西に結ぶ路線であり、この軸は、パリで最も重要な交通路の一つであった。1977年には1号線とほぼ、並行して郊外へ直通するレラ線が開業したが、 利用客は増える一方であり、その混雑が問題となっていた。そこでラトップは1987年に、東西高速メトロ、メテオの計画を発表した。これは、パリ西部のポルトマイヨーから、南東部のメゾンブランシュまで、サンラザール、シャトレ、リヨン駅を経由して結ぶものである。サンラザール、リヨン駅間については、北駅、東駅、レピブリック広場経由で結ぶ案。 メテオにもあった。またフランス国鉄では、これとは別に、ラーの新路線、イール、エストエストリエゾンエクスプレス、東西連絡急行の計画があった。これは、サンラザール駅地下から、都心部を通って、レラ先頭部の分岐の片方へ直通するものである。1989年10月に、フランス政府は、ミティアの建設を決定した。またイール計画は、 ラーイーセンとして実現することになった。同年11月には、サンラザール・トルビアック市外化規制区域、現、ビブリオテーク、フランソワ・ミッテラン駅間の建設計画が定められた。地質調査などの後、1993年から1995年にかけてトンネルの掘削が行われた。マドレーヌ駅からサンマルタン運河までのトンネルは、 ドイツ製のシールドマシンを用いて22ヶ月かけて来られた。1995年から1997年にかけてレールの敷設、ついで駅の内装工事が行われた。路線の工事と並行して自動運転システムのテストも行われた。環状鉄道、プティトサンチュール南部の旧メゾーン、ブランシュ駅からゲントラム3号線、ポテルヌ・デプープリエ駅付近、 現在も旧サンユール時代の走車場跡が放置されているの、配線跡を利用して、試運転船が作られ、1995年から自動運転の試験が行われた。1997年5月からは、レール敷設の完了した14号線南部で、試運転が行われた。こうして1998年10月15日に、キクのマドレーヌマイナスビブリオテク、 フランソワ・ミッテラン館が開業した。開業式典には、ジャック・シラク大統領、計画開始時のパリ市長が出席した。サン・ラザール・マドレーヌ館は2003年12月16日に開業した。この区間の工事は1998年7月に始まった。わずか500メートルほどの区間ではあるが、地上の道路がパリでも最も混雑する道路であることに加え、 多数のメトロ路線と交差すること、3、ラザール駅の乗り換え通路を多線の運行を妨げる、ことなく建設することなどのために5年の歳月を要した。3ラザールのリーレにより、14号線の利用者数は、およそ30%増加した。南側では2007年6月26日に、ビブリオテーク、フランソワ・ミッテラン・オランピアード館が開業した。 この区間のトンネルは一期区間開業時にすでに掘られており、オランピアード駅が車両基地として使われていた。この区間の旅客化のため、トンネルを西へ延長して、車両基地を移設した。当初の予定では、オランピアード間は2006年には開業する予定だった。しかし、オランピアード駅西方でのトンネル工事中に、地上の小学校の校庭が陥没する事故が発生した。 皇帝は無人だったため死傷者はなかったものの、この事故のため開業は2007年まで遅れた。なお、パリ市南部の地下には、古代から中世までの採石場跡があり、工事には最新の注意を要する。サンラザール駅から北へは、2012年に13号線のラフルシュ駅まで延伸される予定である。ラフルシュは13号線のクリシー方面と、サンドニ方面への分岐駅であるが、 このうち一方を14号線に移管する構想がある。どちらを移管するかは決まっていないが、クリシー方面が有力である。これは、こちらの支線の方が新しく、距離も短いため、ゴムタイヤか自動運転対応に改造するのが容易であり、またサンドニからシャトレへはすでにラービリ線、D 線があるが、クリシーからシャトレ方面への路線はないため、 ネットワークの形成の観点からも好ましいためである。オランピアード駅から7号線のメゾンブランシュ駅まで延伸する計画である。メゾンブランシュから南では7号線は2つに分岐しているが、このうちのビルジュイフ方面の支線を14号線に移管る構想がある。さらに南へ進んで、オルリー空港まで乗り入れる構想もあるが、実現の可能性は低い。 メゾンブランシュ駅への延伸以降、プティトサンチュール南部の試運転船跡を使った延伸計画があったが、並行するトラム3号線の完成により実現の可能性はほぼなくなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。